静岡おだっくい祭りは、静岡県静岡市で毎年9月に開催されていた、よさこい祭りスタイルの祭りテーマは、我が町の元気、発信。踊りによる地元自慢大会を目指し、2003年から開催されている。おだっくいとは、静岡県中部地区の方言で、お調子者のい。会場は、寸布城公園をメイン会場とし、エスパルスドリームプラザ。 歩行者天国となっている、静岡市中心市街地等が会場として使用される。2012年9月15日、9月16日に開催された第10回大会をもって終了、実行委員会も解散した。2013年、静岡小田く井祭りの実質的な後継イベントと位置づけられる、ザ・静岡はぐしゃれ夢祭りが開催された。同年9月14日、 9月15日の2日間を予定していたが、初日は雨の中開催されたものの、2日目は台風の接近により、中止、1日のみの開催となった。しかしその後は、ザ・静岡はぐしゃれ夢祭りとしては一切開催されておらず、新東名高速道路のサービスエリア等での小規模な、よさこいイベントの開催程度に止まり、結局わずか1回のみの開催に終わった。 ザ・静岡はくしゃれ夢祭りの実行委員会自体は2017年現在も存続しており活動を継続しているがその後は単独のイベントとしてのザ・静岡の再開に向けた動きもなく静岡小田っくい祭りともどもホームページも閉鎖されている同イベントの開催にあたっては静岡祭りの市民総踊り夜桜乱舞や清水港祭りの港カッポレ等 よさこいの流れを組む、もしくは類似したダンスイベントがすでに存在するにもかかわらず、なぜ今頃よさこいなのかという疑問の声が市民など一部で上がっていた。ありがとうございます。